作品を守るためにどういったことをしているのかっていうところをご紹介したいと思います。モラビ全開。皆さんこんにちは。本日も Facebook ライブスタートいたしました。照明担当でまた牛さん登場。はい、本日照明してます牛です。よろしくお願いします。そして本日解説いただくのは学芸員の石澤さんです。こんにちは。私は諸橋近代美術館学芸員で主に作品の保全を担当しております石澤と申します。よろしくお願いいたします。どうやって使うんですか？こちらは風を起こす道具になります。主にですね、作品を点検する際にですね、作品を壁にかけている状態ですと、ほこりが溜まってしまいますので、そちらのほこりを直接手が触れない風を起こせるような道具でほこりを取っていきます。主に作品を点検する際にはですね、手袋をして点検を行います。カメラとかを使用されている方でしたら、おそらく見たことあるのではないかなと思います。細かいところをほこりが落とせるようなものになります。でこうやって、細かいほこりとかを取った状態で作品を展示したりしまったり。そうですね。ピンセット、これは何に使うものですかね？これはですね、作品を点検している際にですね、たまに作品から絵の具のかけらが落ちていることがありますので、そちらを全部ピンセットで取って袋の中に保管しております。それ保管してなんかどうやって使うんですか？主にですね、どういった損傷傷があったかというのは、記録の意味合いもあるんですけれども、こちらのかけらをですね、取っておくことによりまして、このかけらを特殊な方法で分析することで、作品の絵の具に使われている成分っていうのが分かりますので、そういったことを想定して絵の具のかけらを保管しております。こちらはですね、主に美術館に発生する虫を捕獲するためのトラップ。皆様の家庭でもよく虫を捕獲するためのこういった粘着シートがついているものをご使用になられるかと思うんですけども、それと同じような仕組みのものになります。こういったものになりまして、こちら開きます。中に粘着テープがついておりまして、こちらで捕獲するようになります。でも特段その香りとか餌とかそういうものはないんですか？そうですね、こちらは虫をおびき寄せるっていうのが目的ではなく、美術館の各所にこういったものを置いて、美術館の動向にどういった種類の虫がどれぐらい発生しているのかっていうものを調査するのが目的なものになりますので、虫をおびき寄せるようなものはついていないようになっております。美術館にとってこういう虫がいると困るとか、どんな虫がよくいるとか。はい、美術館によくいる虫といいましても、皆様のご家庭にも同じようなものが発生いたします。例えばこちらですね、チャタテムシ、平田チャタテムシ、主に湿気の多いところに発生する虫となっておりまして、美術館でも湿度というのは大変気をつけなければならないところですので、こういった虫が大量に発生した際は湿度が高いっていうところと、あとこちらの虫はですね、カビを餌にしておりますので、もし大量発生した際はどこかにカビなどもこの虫が発生する原因がある疑いがありますので、もし万が一そういったことがあった場合には都度対処できるように気をつけて見ている虫であります。続きまして、こちらはヒメマルカツオブシムシの幼虫ですね。衣替えの季節ですので、タンスの端の方とかに見かけたことがあるという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。こちらですね、主に布を食べる虫となりまして、美術館でも布を使った作品ですね、タペストリーですとか、そういったものを保管しておりますので、こういった虫がいる際はちょっと気をつけなければいけないというようにしております。これはちょっと変わった虫、こちらはシミといいまして、紙の魚と書いてシミと呼ぶ虫となっております。名前の通りですね、紙がついておりますので、紙を食べる虫になります。もうそうするとやっぱり美術館だと版画の作品ですとか。そうですね、もし見つけた時は早急に対処しなければならない。常に虫から得られる情報から、もしどこか一箇所に大量発生しているということであれば、その箇所に何か原因があるのではないかというふうに、考察していきます。例えば
壁に穴が開いてるかもしれないですとか、そこに原因になるようなものが落ちていないかというところを調査を含めて行っております。ただ説明したいのはこのなんか黒い、こちらは照度計といいまして、あの光のルクス量を測るものになります。こちらはですね、あの主に作品を展示する際に使用します。それをどんな風に使うのか、展示室の中で。はい、と言いますのも、虫光を落とした状態で展示をしております。